女子5000メートル日本記録保持者の田中臨実24ニューバランスがパリ五輪代表に内定した5月25日のダイヤモンドリーグ以下 DL ユージーン大会で14分47秒69の11日本陸連のパリ五輪選考基準では昨年の世界陸上ブダペスト入賞者田中は8位は24年に入ってからの五輪参加標準記録 女子 5000m は14分52秒00、突破で五輪代表に内定する。田中はユージーンで選考基準をクリアした後も、5月30日の DL オスロ 3000m で8分34秒09の日本新、6月2日の DL ストックホルム 1500m で4分2秒98と好タイムを連発。ストックホルム大会翌日に父親の田中健智コーチに取材した内容を中心に、 ユージーン大会での標準記録突破の背景と陸上競技女子初の2種目五輪入賞を目指す流れを紹介する。ユージーンで標準記録を突破するために田中コーチは直前の練習メニューを工夫した。田中の場合は短期的なトレーニングの流れが試合の結果に影響する。ドーハの前にフィラデルフィアでやりたかったメニューを ユージーンに出発する日に小野氏の希望農家陸上競技場でやったんです。ドーハは中東カタールの首都で、フィラデルフィアは米国東海岸、小野氏は兵庫県、そしてユージーンは米国西海岸。世界を股にかけて活躍する選手ならではのエピソードだが、ここまで世界各国を渡り歩く日本選手は田中だけである。4月27日にフィラデルフィアで出場した 1500m が、 4分8秒32と良くなかった田中が苦手とする低温のコンディションで、ペースメーカーも設定より遅いペースでしか走れなかったことが響いた。米国からカタールに飛び、DL ドーハ、5月10日、5000メートルに出場したが15分11秒21の11。標準記録を切ることができなかった。前々日の練習を2000メートルの日本記録に近いタイムで行っていたが、 その前のフィラデルフィアの練習が田中のメンタル面に悪影響を及ぼしたという。予定していた内容を3、4回変更したことで自信を持ってレースに臨めなかった。